こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はシンガポールアマゾンへの商品発送、それについてのお話です。まず電話番号、これ以前はアマゾン電話番号非公開だったんですけど、なんか方針変わったみたいでね、オーストラリアもシンガポールも電話番号を公表されてます。でこの、65、これがシンガポールの国番号で、6345-6789、これがね、アマゾンの番号になりますんで、納品の際はこの電話番号を書いてください。それから、送っちゃいけないものですね、送っちゃいけないもの、シンガポール独特のものなんかは、宗教的なものは、ダメと。それからチューイングガム、これはシンガポールチューイングガムね、旅行で持ってってもダメですし、送って、日本郵便で、あるいはね、輸送会社で止められると思うんですけど、万が一シンガポールに送っちゃったらこれ罰金ですんでね、罰金払うプラス、おそらく誰がなんかね、このチューイングガム送ったということをね、チェックされて、もう税関通してもらえなくなる可能性もありますんでね、送っちゃいけないものは送らないというのはね、シンガポールの場合、非常に気をつけてください。それから、今日本郵便でシンガポールへの発送はできるんですけど、納品の際にね、注意点があります。これはね、会員の方に、実際に送る前に、注意事項と発送方法と案内しますんで、いきなり送らずにご相談ください。ちょっとね、送ってて、これ気をつけないといけないなという問題点が出てきました、ね。やっぱりね、いろいろとやってみないと分かんないところあるんですけど、これね、やってみてまずかった情報、あるいは良かった情報をね、シェアしていくのがこのサポート会員の、メリットですんで、安全に納品できる方法をご案内するんで、納品前にご相談ください。そんな形でね、シンガポールアマゾンでの、商品発送の、電話番号と注意事項の説明でした。始まったばかりのシンガポールね、商品納品するとすぐ売れてるという報告がね、相次いでますんで、どんどん商品探して納品していきましょう。アマゾンサポーター堀秀夫でした。